はい、どうも、うずです。2020年5月4日に、Apple が突然 MacBook Pro 13インチの、新しいモデルを販売始めましたね。もう販売始まってます。で、今回の動画は朝方ちょっと撮影してるんですけれども、MacBook Pro 13インチ2020年モデルが、どのようなモデルになったのかっていうところを簡単にお話したいと思います。実際のところあんまり変わってないんですよ、2019年モデルと。ただ2020年モデルかなりお得になってます。その理由を言いましょう。で、まず MacBook Pro、パワーとどこへでもということで、グラフィック性能が最大 80% 速い第10世代のプロセッサーを選べるというところが加わってます。これに関しては、ちょっといいモデルですね。ストレージの容量の大きいモデルが第10世代のプロセッサーになってますので、そのあたりの性能が向上しているところと、あと複数のプロ向けアプリを動かせる最大 32GB のメモリ。以前は 16GB までだったんですけど、それが拡張で 32GB まで増やすことができるようになってます。またレティナディスプレイは変わってないね。で、ここは結構重要なところなんですけど、作業の効率を次のレベルにということで、キーボードがバタフライからシザー構造になってます。それなので、ここ最近発売された MacBook Air や MacBook 16インチと同じタイプ、壊れにくいキーボードに戻ってます。戻ってますって言い方だね。バタフライキーボードはやめましたということですね。で、パフォーマンス、あらゆることはあらゆる場所でということで、CPU にしてもメモリにしてもいいものを積んでますっていうところをここは言っています。ちょっと抽象的な言い方だけどね、いいもの積んでます。ですので、写真をやる方やプログラミング、ビデオ編集、私なんかよくやりますけど、あとはオーディオ関係、ゲームなんかも大丈夫ということで、安心してくださいと。で、プロセッサとメモリに余裕があるので、ロジックプロや、Adobe の Photoshop なんかを使っても、高速化が図れていますよってところを言われています。これはあくまでデュアルコアの CPU の Mac、そして現在はクワッドコアなので、ここでの違いっていう意味なので、2019年モデルから進化してるってことを言ってるわけではないですね、ここの部分は。MacBook Pro の2019年モデルは確か全部クワッドコアだったはずなので、はい、デュアルコアはもっと前の MacBook Pro のことを言ってますね。だいぶ前かな。で、こちらグラフィックス。目を見張るグラフィックス性能というところで、パワフルな新しいアイリスプラスグラフィックスを搭載したって書いてあるんですけど、これね、下位モデルはね、このアイリスプラスグラフィックスっていうのが変化ないんですよ。ナンバーで言うと645っていうのを積んでるんですけれども、上位機種に関してはグラフィックスのそのナンバーが今回外されて数字がなくなったんですけれども、そこはパワーアップしてるそうです。で、 SSD のストレージに関してはこの後まとめた表を作ったので、そこでちょっと見た方が見やすいんですが、最大 4TB まで拡張できるっていうところ。ただ初期状態でも容量の方が2倍に2019年モデルに比べると2倍にね、スタート値が上がってるから、かなりストレージはお得になってます。はい、これがマジックキーボード。先ほど言ったキーボードの変化なんですが、バタフライからシザー構造に変えたという。私が今使ってるこの MacBook Pro 13インチは2017年モデルで、このモデルはバタフライなんですよ、構造が。特にね、嫌ってわけじゃないんですけど、好み的にはね、シザー構造の方が私は好きなんですよね。なので、ちょっと今回の2020年モデルいいなと思ってます。16インチがね、本当はいいんですけどね、個人的に欲しいんですけど。はい。で、こちらはもう今のモデルはすべてタッチバー搭載モデルになってますので、タッチバーがいらないとか嫌いだっていう方も、そこはもう選べなくなってます。みんなタッチバーついてます。で、タッチバーの方は、私もずっと使ってますけれども、なくてもいいし、あってもいいっていう、もうあんまりその意見は変わんないですね。あればあったで結構触れますし、なくても別に困らないし、それがタッチバーです。はい、あとはセキュリティ関係とかはそのままですね。Apple T2 セキュリティチップ。これも以前から同じ。確かね、オーディオの方が、上位機種の方がドルビーアトモスに対応したっていうことを聞いていたので、そこの部分でオーディオがちょっと良くなってるところはあるんかもしれないですね。そんなに変わんないかな。で、ディスプレイに関しても2019年モデルとは変化がないですね。MacBook Air に比べると、P3 の公式域に対応してるっていうところが MacBook Pro の強みなんですけれども、それ以外はもう全然ね、変わってないので。はい、そんな感じでございましょうか。ちなみにここですね、オーディオの部分は、ドルビーアトモス再生に対応ということで、ここの部分がパワーアップしたところの細かいところですけどね、一つになりますね。で、バッテリーに関しても変わらないですね。最大10時間のワイヤレス、ね、インターネット線閲覧。等々なので、そこの部分は変わらないです。あと、細かいところだとサイズが少し厚くなってますね、高さが。ちょっと分厚くなってます。
はい、でこちらが私が朝ちょっとパパッと用意した表なんですけれども、これを見るとね分かりやすいと思うんですが、2019年モデル下です。下が2019で、2020が上なんですが、赤くなってるところが良くなったところというふうに見てください。まあ、CPU に関してはカスタムなしのバージョンだと全て Core i5 なんですが、上位機種と言われる方が第10世代の CPU になっております。まあ、この辺が先ほど出ていた概要のところのねパワーアップ要素になるんですが、それはまあそれとして、メモリの方、ここが上位機種は 16GB、 2019年モデルは全て 8GB で統一されてました。だからこのメモリもちょっとパワーアップしてる。でストレージ SSD が全て2倍の容量になってまして、2019年モデルは 128GB からのスタートだったんですが、2頃からのスタートで最大 1TB カスタムなしでになっています。それなのに価格を見てください。価格が素晴らしいんですよ。2019年モデルに比べて下位モデルの方は5000円安くなっている。ストレージは増えてるのに。で上位モデルに関してはメモリとストレージが増えていて価格の方が安くなっているということで、今回の MacBook Pro 13インチ新しいモデルに関しては一番のポイントはこのストレージが増えているのに対して価格が安くなっているところプラスマジックキーボード、シザー構造のキーボードになったところが大きな魅力になるんじゃないかなというところがまとめですね。はい、といったような形で2020年の MacBook Pro 13インチ、まあ、魅力的ですよね。これからね欲しいと思う方にとっては。で先ほど私が用意した表の価格なんかは本当にそのまま購入した場合の価格なので、ちょっとカスタムしようと思うとお値段の方はねもうちょっと上がるんですけれども、自分で好みのねスペックにして選んでみるのもいいんじゃないでしょうか。で MacBook って結構買い替える人は2年とか3年で買い替える人もいるんですけど、使おうと思えばかなり長く使える、壊れなければね長く使える端末なので、まあ、ちょっと高いかなと思っても手元にねコンピューターが何か必要だなっていう人は、損はしない端末になってると思いますので、ぜひぜひご検討していただければと思います。特に私、Apple の製品が売れても何もプラスになることはないんですけれども。はい、今回は簡単ではありますが、MacBook Pro 13インチ、2019年モデルと比べてどんなところが変わったのかというところをお話しさせていただきました。普段からこんな形で、自分なりの説明動画などをやっていたり、買った商品のレビューをやったり、ゲームの話をしたりしているチャンネルになるんですが、趣味の合う方はぜひチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ、ちょっと今回の動画の中でも言ったんですけど、最近私動画編集はほとんど Windows 機でやってしまっていて、デスクトップでね、もう常に繋いであってすぐに作業できるし、性能もいいし、なんですけど、やっぱりね、ちょっと外でたまに作業とかするときには MacBook Pro 16インチがね、やっぱりね、ちょっと欲しいなと思っちゃってね、キーボードもね、シザー構造だし、グラフィック性能もいいしね、そうすると高いんだよな。知り合いがなんか40万とかでね、MacBook Pro 16インチパーって買ってたけど、ねえ、ちょっとね、高い。